自ら来るとは驚いたな。そうそう、用件を聞かせてもらおう。うん、孫権よ、劉備と手を切りわしと共に関羽を討たぬか。何だと。劉備が漢中を攻めれば関羽は呼応して繁盛に攻め入るだろう。その時あやつの背後を塞いでほしいのだ。事がなった暁には関羽が支配していた地域を領するがいい。お前の言が偽りでないという証拠は。わし自らここへ来たこと、それでは不足か。殿、慶州奪還は我々の悲願であります。関羽や劉備と交渉してももはや拉致が明きません。この話はまたとない好機かと。分かった、孫悟はこれより葬儀と組もう。曹操様、急報です。加工園様が漢中にて討ち死にを遂げられたと。そうか。曹操様、どうしたんだ。顔色悪いぞ。いや、長旅の疲れが出たようだ。巨長、今より漢中へ引き返す。すぐに出立できるよう全軍に伝える。うん、分かった。だ加工園よ。実は まさか加工園将軍が撃たれるとは。まだ信じられぬ。あのお方が。これはまずいことになりましたな。劉備は全軍を引き連れて漢中に侵攻している。縁を討ち取ったことで漢中を取れると確信したのだろう。おや、思ったより冷静でいらっしゃるようだ。加工園が命を落として用意してくれた状況だ。失敗はできぬ。このまま漢中に踏みとどまり劉備軍を迎撃する。芝居、慶州に動きがあればすぐに知らせよ。
承知しました。劉備は帝軍山に構えているようだな。奴を完膚なきまでに叩き漢中を奪い返すぞ。今回の殿は張り詰めてるね。状況はまるで違うが炎上を思い出すよ。曹操様は劉備の奴。皆に支えられ導かれここまで来たのだ。この大志必ず貫いてみせる。ここは通しません。私と虎戦車が相手となりましょう。負けるかよ。虎相手の勝負には覚えがあるんでな。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。この月影がお相手しましょう。私の虎戦車をものともしないとは。帰って教官を考えることにしましょう。殿、お見事でございます。我が道を行くよ。誰にも邪魔はさせん。お見事だが、それがしの習います。相談したいことがござ。わかりました。
なければ今頃俺も本当にありがとうございます。冠中は渡せぬ。民のため、皆のため、必ずやシード権。よし、ここで防御体制を取るのだ。中が必要だ。さっさと出て行ってもらうぜ。俺の命に代えてもこの地は譲らん。先に行った縁のためにもな。
昨日の酒が残ってたかよ。次こそはてめえをぶっ飛ばしてやら。見事だな、大竹。ここは歯を抜く者よ。敵の痛いところをついておるか。狙うはあの地だ。行くぞ。我が波動の前に滅ぶよ。なんと壮麗な戦ぶり。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。弾力は認めよう。だがこの程度で動じる俺ではないぞ。どうして思うように体が動かない。目の前に太陽の死神がいるのに。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。
迷いのない戦ぶりですね。そのうちから時に羨ましく感じます。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。この漢中を治めるべきは劉備殿よ。勧誘の軍など追い返してくれる。この思い上がり消費千万。無愛のまま我が刃の梅雨と消えるがいい。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。殿、お見事でございます。ほほせいせほほせ。来てくださいました。私たちは今宝生が率いる軍団と交戦中です。彼の策は大変厄介です。打ち破るためどうか知恵をお貸しください。
なるほど、堅実な手ですね。敵の策に用心しつつ進めましょう。敵陣に乗り込むぞ。やるからには徹底的に蹂躙しろ。宝星はこのような手で来ました。我々はどのように動くべきでしょう。様子見といったところですね。この手で戦局が好転するといいのですが。息切れしてきたな。行き倒れる前に戻って補給だ。宝星はこのような手。なるほど、堅実な手ですね。敵の策に用心しつつ進めましょう。宝星はこのような手。なるほど。おお、援軍が来てくれました。これで私たちの策にも幅が出るでしょう。輝く鎧武者、加工中堅、参上。目立つ人間は恨みを買いやすい。それを身をもって教えてやろう。宝星は、活躍だ。いたぶられたくて出てきたわ。妙な趣味のやつだ。
で助かりました。感謝します。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。あー、素晴らしく輝いていらっしゃる。戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。
関中の戦はここらが潮時であろうな。宗人、お主は満朝と宝徳を連れ先行して繁盛救援へ向かうのだ。承知しました。関羽の勢い、必ずや自分が止めましょう。軍神関羽、死力を尽くさねば勝てぬ相手か。それがしも花崗園殿のように死の本分を全うせん。書こうとも、わしらも準備が整い次第繁盛へ向かうぞ。いや、モータ君、お前は休め。短期間で関中と合肥の間をチョークし厳選したのだ。さすがのお前も疲れがにじんでいるぞ。書こうと縁も言っていたろ。無理はするなと。慶州は俺たちの手で決着をつけるぞ。毛徳には戦勝の報と外貨だけを聞かせるのだ。わかった。ならばお前たちに任せよう。今こそ軍神関羽を討ち、乱世の均衡を打ち破るのだ。
このしるべなき世に一筋の光を。天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める幼州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢、かつて見ぬ強敵を前に孫吾は降伏か交戦かで揺れていた。一方慶州を追われた劉備は画僚と称えられる諸葛亮を得る。この切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは。諸葛亮の策が曹操、孫権、劉備の行く末を変えようとしていた。神秘、そしてその娘、神剣英よ。よくぞ決戦の前に駆けつけてくれた。お主たち親子のおかげで紀州は落ち着いたようだな。神剣英、袁紹と袁譚の配下、神秘の娘である。袁家が滅ぶと父と共に曹操に仕え、紀州の混乱を鎮めた。今彼女の主君曹操は袁紹を倒した勢いに乗って南下、降伏を拒んだ孫権を倒すため石壁に進軍した。この一戦にて天下を平定しようとしたのである。神剣英と神秘もまた決戦に加わるため曹操と合流した。父上、曹操殿がお見えですわ。暗い顔もそれぐらいになさってください。うむ、曹操殿、わしは一族も救えずのこのこと生き残ってしまった。袁氏の人質となったお主の兄の家族か。気の毒なことをした。だがお主らが来てくれなければ家屋平定にはもっと時間がかかったであろう。父上、曹操殿にお気を使わせてどうするのです。幼衆を要する孫権を下せば早々に曹操殿の天下になります。笑いの絶えない世にするため、真剣へ真剣ですわ。うん、ああ曹操殿、これは皆まで言わんでもいい。塞ぎ込んで下を向いても光は見えませんわ。笑顔で過ごす時間こそが大切なのです。お主は良い娘に恵まれたな。親子ともども頼りにしておるぞ。間もなく孫権との決戦が始まる。懸念がある者は遠慮なく述べよ。水軍の質をもう少し上げたい。実戦を経験させたいところだが時間が足りんな。近辺に水族が出没していると聞きます。慣れない水軍の調練に対懸念といえば、孫権陣営を探っていた偵察部隊も未だ戻らんな。それは敵に捕まってしまったのでは。敵には知略に長けた周瑜と諸葛亮がいます。すでにこちらの陣営に対し何か仕掛けている可能性もある。例えば流言、あるいは偽の情報。うん、
皆の意見は分かった。我らは今他の情勢に背を向けて遠征している。こうして孫権と対峙している間にも領州の馬頭などは力を増しておろう。天下平定までの敵は孫権と劉備だけではない。もはやこれ以上時をかけてもおれん。皆速やかに己の懸念を払拭し決戦に備えるのだ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いらっしゃい。毎度どうも。ようこそいらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。そう馬がご入り用で。またお待ちしてます。
水続投馬なけりゃ金目のものを置いてきな。
負けちまった。ここらの野郎どもと協力したかったのによ。しくしょう、この喧嘩一旦預けとくぜ。敵将討ち取りましたわ。いいぞ、その調子だよ。真剣ですね。はっ、行きますわ。軍の石膏、でね、情報があれば我が軍は有利になる。このため何としても戻らなくては。助かりました。これで石膏の任を全うできます。軍は有利になる。このため何としても戻らなくては。ありがとうございます。これで貴重な情報を持ち帰れます。せっかく貴重な情報を得たのに帰り道に見つかってしまうとは。行きますわ。はっ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 。目障りなとこはすぐしちまうか。お前らついてこい。救援感謝いたします。この情報きっとお役に立つはずです。真剣ですね。行きますわ。なかる勝利を手にするまでは。Yes!
勝、討ち取りましたわ。やっ、よくやった。行きますわ。邪の働き覚えてよ。俺は周遭ってんだ。一つ勝負と一体。せっかく貴重な情報を得たのに帰り道に見つかってしまうとは。行きますわ。真剣ですわ。行きますわ。ソリア、この情報きっとお役に立つはずです。追いかけても無駄だぞ。じゃあな。敵将討ち取りましたわ。行きますわ。この主義法がお前を灰にしてやる。情報を持ち帰るまでは死ねぬ。行きますわ。これ以上やけどする前に引くぞ。行きますわ。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。その際捨てたものではない。覚えておく。石膏兵が面白い情報を持ち帰ったようです。
話を聞いてみてはいかがですか。僕の討伐はなったな。有益な情報が手に入った。ならば将兵を救助。皆の働きにより決戦の準備は整った。来たる大戦に備え、仕方ないとはいえ嫌な陣形だ。はい、もっと時があれば船にもいろいろと仕掛けを施せたんだが、準備不足に練度不足、それでも水陸合わせた戦力はこちらが圧倒的。水上で仕掛けてくる可能性は低いと思います。そう言いつつ気にかかることがあるような口ぶりだ。何か懸念があるなら殿に申し上げてみたらどうだい。いえ、懸念というほどではただの不安かもしれません。風が強いな。そういえば孫権は我らの風下に布陣しているが、ここが水上でなければそれも手でした。そうか、向こうは練度も高いというし、そう簡単にはいかないか。それより殿が皆を呼んでいる。二人とも来てくれ。承知しました。行こうか淳雄殿。この時期長江の風は北西から南東へ流れる。今夜は特に風が強い。時はまさに今。これより一気に長江を渡り、孫権劉備を撃つ。水上の振りは、おこの西北の風に乗り敵を撃つ。孫権に引導を渡すのだ。伝令、敵軍師諸葛亮に怪しい動きあり。一刻も早く撃破された方がよろしいかと。はい。
か。その働き覚えておく。新たな着想を得られそうだよ。ですね、共に戦えることは心より嬉しく思います。急行せい。エ
笑顔で参りましょう。ここは俺の見せ場だ。少食よ、この歓喜校の功になってもらうぞ。こっちは大軍、勢いもある。今後の田舎武者どもに負けるかよ。行きますわ。おのれ、これで勝ったと思うなよ。敵将討ち取りましたわ。いい戦ぶりよ。敵がはぜとるようじゃ。行きますわ。体勢を取るのだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。呼吸を合わせですね。共に戦えることを心より嬉しく思います。いきますわ。見せ場はたっぷり作ったな。もう撤退してもいいだろう。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。今はこの喜びをかみしめましょう。行きますわ。いい戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶようじゃ。おかげで敵を追い返せました。しかし敵の様子どうも妙でしたな。笑顔で参りましょう。
きますわ。素晴らしい才能をお持ちですね。共に戦えること心より嬉しく思います。行きますわ。行きますわ。お見事、見せつけてくれますな。敵の諸葛亮って軍。この戦でも策があるらしいぞ。そんな怖いな。できればここでじっとしていたいよ。曹操軍、さあ孫悟の本陣はここだぞ。曹操軍の勢いは侮れません。心配しないで玄徳様。行きますわ。私にだってみんなを守る力はあるわ。悪逆の豊、竜玄徳が相手となろう。休養期孫将校が相手よ。その際捨てたものではない。今こそ敵の要所を叩く。行きますわ。行きますわ。行きますわ。真剣ですわ。行きますわ。ここは引くしかあるまい。曹操の進撃を食い止めたか。敵将討ち取りましたわ。行きますわ。おずらしい、いい感じですわ。行きますわ。行きますわ。真剣ですわ。
ります。今はこの喜びをかみしめましょう。その際、捨てたものではない。